ズの夢部屋へようこそ。いやーもう今年もね最後ですね。はい、まあ、見てる方にとってはねもう明けましておめでとうございますなんですけれども、今この動画をアップしている時点では大晦日ということでね。はい、いやまあ何をご紹介するでもないんですけれどもね、まあ、今年最後の挨拶ということでね動画を撮らせていただきました。はい、まあ、ただそれだけじゃつまらないんでね。はい、私ね前回も検証の当選品をご紹介させていただきましたが、あれで私の運使い果たしたと思ってたんですが、なんとねまだ使っていない領域があったんですよ。はい、そのね最後の領域展開、そちらを出しまして、なんと呪術廻戦ゼロ、はい、そちらのスマホでチャレンジっていうね、はい、スマホから応募してその場で当選結果がわかるというね、はい、そちらのね検証に私応募しまして、 QR コードを読み取ってねそこで番号を入れると金額に応じてねシールっていうのがもらえるんですけれども、そちらのシール2枚で応募できるのがオリジナルスタジアムジャンパー、はい、こちらがね抽選で200名、はい、で同じくシール2枚で応募して当たるのがオリジナルスケボーデッキ、はい、こちらも抽選で200名で、シール1枚で応募できるのがオリジナルモバイルバッテリー、抽選で500名様、はい、ということでねこちらのグッズがね当たるんですよ、はい、呪術廻戦の。あとは普通にギフト券コース、はい、そちらもあるんですよね。ギフト券5000円分が抽選で100名様で、あとはねローソンコースとして、まあ、ローソンで引き換えられるドリンクですね、はい、が当たるのが抽選で1万名様ということでね、私ねこれに応募をさせていただきましてね、なんと当たりました。はい、はい、こちらですね、じゃじゃん、お持ち帰り限定商品引き換え券抽選1万名様に当たりました。はい、こちら当たりましたね。はい、確認しよう。はい、こういう感じでね当たりました。はい、1月12日まで有効期限があるんでね、まだ引き換えてないんですけれども、はい、意外にこれ外れるんですよね。はい、というね引き換え券が当たったっていうだけじゃないんですよ。はい、こんなので私の最後の領域展開使うわけがないんですよ。はい、なんとね私オリジナルグッズも当たってるんです。はい、いやまさかね当たると思わなかった。結構ね買い込んだんですよ。もうローソンに通い詰めてね、もう何回応募したかわからないんですけれども、ようやく当たりました。はい、果たしてそれがねスタジアムジャンパーなのかスケボーデッキなのかモバイルバッテリーなのか、はい、結果はこちら。出ました、オリジナルスケボーデッキ抽選200名様。はい、こちら見てください、ちゃんと景品獲得ってなってます。はい、当たっちゃいましたね。いやスケボーデッキが一番欲しかったんですよ。ジャンパーもいいなと思ったんですけれどもね、うん、やっぱオリンピック後なんてねスケボー人気が高いんですよね今ね。はい、で一応飾るのにも普通にデッキなんで普通に壁掛けとかするとおしゃれだなと思ってね、これ一択でずっと応募しました。はい、でようやくね当たったんですよ。びっくりしましたね。
画面がいつもと違ったんですよね、うん、もうずっと外れ外れってきて、いきなり当選みたいな。いや、びっくりした。で、今ね、確認ボタンを押したらね、こういうログイン場面、さっきはね、普通にすぐにドリンク引き換え券の画面で出たんですけれども、こちらはもうすぐにね、ログイン画面になります。はい、まあ、住所とかそういうのを登録するとやっとそこで当選確定と。はい、まあ、当たっただけでもね、こっからちゃんと登録とかしないと無効になってしまうんでね。はい、もう速攻でもう登録しましたよ。はい、なので届くのが楽しみですね、これ。はい、ちゃんとここにも出ますね。はい、ローソンコース当たりってだってね、出てますよね。はい、商品引き換え券で、ギフト券コースはね、当選履歴ありません。で、呪術廻戦ゼロコース、オリジナルスケボーデッキ抽選200名様に当選しました、当たり。こう出るんですよ。いやー、これは嬉しい。まあね、日付とかもう28日の出来事なんですけれどねそれを大晦日に出すっていうね、はい、外れても必ずもらえるコースとしてね、こういう壁紙が、スマホ用の壁紙がもらえます。はい、で、デザインがこれなんですよ。乙骨雄太、めっちゃ良くないですか。これのスケボーデッキですよ。いや、もうこれ永久保存版でしょ。めっちゃかっこいい、これ。これは壁にかけて飾ったらいいね。うん、こちら届くのがね、4月だったかな。うん、まあでもね、今どうなんだろう、延長しそうな気もしないでもないよね。いろいろと、なんか物流とかね、あと、まあ、工場の稼働とかね、そういうのもあって、決められた日にちにちゃんと届くかどうかっていうのはわからないんですけれども、まあ、届き次第でもちろんこちらもご紹介させていただきたいと思います。ですのでね、この機会にね、ぜひチャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。はい、届き次第ご紹介させていただきます。はい、というね、まあ、最後の運を使い果たしたというね、ことで、今年は終わりとさせていただきたいと思います。ではね、皆さん、今日は大晦日です。今年は本当にこんな私のね、動画にお付き合いいただき、本当に感謝しております。はい、来年もね、どんどんグッズとかね、紹介していけたらなと思います。来年もよろしくお願いいたします。では、良いお年を。